カロス、イーカロス、イカロスとは、独立行政法人宇宙航空研究開発機構、宇宙科学研究所、ISES、JAXA 及び月、惑星探査プログラムグループ、JSPEC、JAXA が開発した小型ソーラー電力セール実証機、ある。名称は、太陽放射で加速する、惑星カンタコ宇宙船を意味する英語の、にちなむものであり、森治により、 キリシア神話の登場人物の一人カロスにちなんでつけられた。金星探査機、暁と共に2010年5月21日に種ヶ島宇宙センターから打ち上げられ6月3日から6月10日にかけてセールを展開7月9日に太陽光、太陽風ではないによる光子加速の実証確認された12月8日には金星フライバイを行っている イーカロスはソーラーセールを主推進として利用する世界初の惑星間航行宇宙機であり、主に以下の4つの項目について技術実証を行う計画である。打ち上げ後数週間で上記2項目ミニマムサクセスを達成し、その後約半年かけて下記2項目フルサクセスを達成した。2010年12月8日には金星フライバイを行い、 当初予定していたミッションをすべて成功させた。今後も、さらなる技術検証及び習得を目指して運用が、行われる予定である。通常、科学衛星、探査機は、開発に5年以上の時間をかけるが、イカロスは、計画開始から打ち上げまで2年半しかなかった。しかも、予算総額は15億円と、通常の探査機に比べれば一桁小さい。ここれはこの。 イカロス計画が単独の実験として計画されたものではなく、金星探査機、赤月の二重プロジェクトとして提案されたもののためである。金星探査機、赤月は最初ミュー5ロケットで打ち上げる前提で設計が進んでいたが、途中で MV が廃止になり、HEA ロケットで打ち上げることになった。そこで HEA で打ち上げることができるか解析したところ、軽すぎて、 第2弾で加速している間の振動が課題になってしまうという問題が見つかった。問題を解決するためには 500kg の暁の他に 700kg 近いダミーペイロードを乗せて振動を抑制するしかないことが分かった。そこで打ち上げ能力を有効に使うためにイカロス計画がスタートした。提案したのは小惑星探査機、ハヤブサの開発、運用を指揮した。 川口淳一郎で、振動解析の結果が出てから1週間で提案書を書いたという。JAXA の前身の一つである宇宙科学研究所において、ソーラーセールワーキンググループが2000年に発足された。このワーキンググループは、将来の惑星間航行システムとして有力であると、目されがら実現されていない、ソーラーセール推進について、実用化に必要な大型膜構造の製造、 展開技術の研究や太陽母推進を使用した科学ミッションの成立性や科学的意義運用要求等の検討を目的としていた。木星遺炎の惑星探査の場合、太陽光が微弱になるために通常原子力電池を搭載するのだが、熱源としてプルトニウムなどの放射性物質をロケットに乗せるリスク国内感情を考慮した場合、別の手段が求められることとなった。 検討は MUSESC、後の早草に続く時期光学実験衛星への採用を目指して行われたものであり、王道面脱出による赤外線天体観測機、枯渇水星核や小惑星への着陸探査機、近世大気球などがその案であった。しかし、検討が進むにつれ、ソーラーセール単体では現実的な期間内でのミッション遂行が困難である。 ことが明らかとなった。そこで、セール表面に搭載した、白膜太陽電池によって発生した電力を用いた、イオンエンジンを併用する、ハイブリッド推進であるソーラー電力セールが、考案され、2002年に、ソーラー電力セールワーキンググループが発足された。2003年3月には、木星軌道近傍での赤外線天体観測や、トロヤ群小惑星の接近観測、 高校中のガンマ線バーストと宇宙人の連続観測を的としたミッション案が宇宙工学委員会に提出された。採択はされなかったものの、以後は木星圏探査を目指し検討が進められている。木星圏探査計画は2006年に宇宙開発委員会に提出されたが、アストロジーが採択されたため、開発段階へは移行しなかった。2010年12月現在、 2018年度打ち上げを目指して検討が進められている。2003年以降大型幕面展開実証試験が様々な形で行われている。真空層を用いた計0.8メートルの真空落下展開実験を経て2003年8月に大気球を用いた計4メートルのクローバーが稼える展開実験に成功、スピンテーブルを用いた 計2 5メートルの展開実験を経て2004年8月9日には S-310 ロケット34号機において計1 0メートルのクローバー型セール及びセンス型セールの宇宙空間での展開に成功2006年8月30日には大気球を用いた計2 0メートルの正方形セールの展開に成功と着実な成果を上げたまた2006年には ミューファイブロケットのサブペイロードを利用した2機の軌道上展開実験、後日もやれた。2007年にはスケートリンクを用いた展開実験が行われた。2009年にも大気球を用いたイ、e、ーカロス実機大幕面の展開実験が計画されていたが、これは実施されなかった。前述のようにソーラー電力セールを用いた木星圏探査計画が進行する中、 その前段階としての軌道上大型幕面展開実証機の必要性が高まり、2006年に2つの小型実証機案が作成されることとなった。一つは同年計画が中止された LUNARA のオービタを回収、再利用して磁気個体ロケットの初号機で打ち上げる案。もう一つは新開発した 300kg 未満の小型実証機を H。 E やロケットによる打ち上げへ変更されたプラネット C のピギーバックペイロードを利用して打ち上げる案である。前者は、磁気個体ロケット初号機の打ち上げ予定が不確定であり、LUNAR、A フライトモデルの経年劣化も激しい個から見送られ、開発期間が短く、国際的にも競争力のあると考えられた後者へ、決定された。2007年4月1日に、 j スペック誕生と同時にプリプロジェクトへ移行、2008年にプロジェクトへ移行し e ーカロスと名付けられた。本体とセールに対別される。スピン安定であり、セールの展開もスピンを利用して行われる。直径1.58メートル、高さ0.9454メートルの円柱状であり、主に構造部、太陽指向面、ミッション部、バス部から構成される。構造部は ロケット結合部、ロケット結合部と太陽子光面を接続し全体の構造強度をホスラストチューブから構成される。太陽子光面には補助用太陽電池が配置される。ミッション部はセールの収納、テザーの結合、ブラシレスモーターを用いたセールの展開等を行い、セールとバス部の電気的接続を担う。バス部はスラストチューブ内に配置され、 CPU などの演算制御機器で構成される。バス部については、黎明やハヤブサ、あかつ等で開発した部品を使用したり、開発が中止になった LUNARA 母船の部品の一部を流用することで、リスクやコストの低減を図っている。また2個のスプリング射出式分離カメラを装備しセール、展開状態の本体を撮影できるようになっている。通信アンテナは、 地球との通信用に定義特アンテナが表と裏に2機搭載されている。中ュリ特アンテナも1機搭載しているが、金星フライバイまでに使われることはなかった。この他 VLBI 用、ダカム用アンテナを別途搭載している。ポリイミド製のセールは膜厚7.5マイクロメートルで14メートル四方の正方形であり、4枚の台形ペタルから構成されている。 それぞれのペタルはブリッジで結合されており、本体とは16本のテザーによって結合されている。4つの頂点には、それぞれ 500g の重りが取り付けられており、スピン展開時には、遠心力によって先導的な役割を果たす。白膜太陽電池セルは膜厚25マイクロメートルで、セールの半ばに本体を囲むように、正方形に配置され、 面積比ではおよそ10%を占める。セール片面にはアルミ静着が施されており、電位差や電流分布から太陽風プラズマの観測が可能である。他に8箇所にラストカウンタが搭載され、宇宙人の観測を行う。ソーダ装置として液晶を利用した電気式の調光フィルムが拡張点両側合計8箇所に搭載される。これは、 反射率を変化させることで高圧のバランスを崩し、発生したトルクによって、セールの姿勢制御を行うものである。E カロスは、2010年5月21日6時58分22秒、以下すべて日本時間に、種子島宇宙センターから金星探査機、暁及び小型、副衛星4機と共に、HEA ロケット17号機により打ち上げられた。ロケットは、 順調に飛行しかつきは、所定の軌道に投入された。インカロスも計画通り分離信号を受け無事に分離された。5月24日、初期動作チェックを終え、実証実験へ移行した。6月3日に、セールの展開を開始し、6月10日に、地球からの距離約770万キロメートルにて、セールの天調、及び、白膜太陽電池による発電を確認した。 これによって、ミニマムサクセスは達成された。6月15日には分離カメラダカムに追い出し、セールを転調した E カロス全体の撮影に成功した。6月19日にはもう一方の分離カメラダカム1、および低速度で射出し、方向制御用の液晶デバイスの作動を確認した。6月21日には E カロス本体に搭載された線バースト観測 GAP が稼働し、22日にはセールに搭載されたダスト検出機、アラダンに電源が入った。7月7日には GAP が運用開始後初めてガンマ線バーストを観測した。セール展開の成功を受け、7月よりフルサクセスの講師加速実証フェーズへと移行、7月9日以前より取れていたドップラー効果を利用した地球に対するイーカロスの 相対加速度のデータに加え、新たに算出された、レンジレンジレート、ロアによる E カロスの軌道決定により、E カロスが太陽光を受けて、格子加速を行っていることを確認した。その力は、地球上で 0.114g の重りがぶら下がった、程度の力とされる、約1.1ニュートンに相当。続けて7月13日に、姿勢制御デバイス。 液晶デバイスによるセールの姿勢制御実験が行われ、想定通りの姿勢制御性能を達成していることが確認された。12月8日、日本標準時16時39分、イーカロスは近世から 8800km の地点を通過。ソーラーセール宇宙機としては初めて他の惑星の近傍に到達した。機体は良好な状態を保っている。 2011年1月には、約6ヶ月間の定常運用を終了し、後期運用に入ったと報告された。期間は2012年3月末までで、後期運用終了時に継続運用の是非を判断する。2011年10月には、幕面挙動、幕面形状の変化を積極的に引き出して、天調状態の力学モデルを構築することを目標に、 機体の回転方向を反転させる逆スピン運用が実施され、問題なく逆スピン状態になった。2012年1月には運用状況から E カロスが冬眠モード、発生電力低下による搭載機器シャットダウンに移行したことが確認された。2012年3月の報告では、後期運用中の低スピン運用や逆スピン運用、大姿勢変更運用によって、 膜面形状や膜面姿勢運動に関する想定外の現象が見られたことが報告された。また、2012年度の運用では6月から10月には、冬眠モードから復旧しデータ取得ができる可能性が報告されていたが、9月6日に電波を発見し8日、他にイーカロスが冬眠モードから開けた復旧ことが認できた。その後まもなく、11月22日には再び、 冬民モードに入ったことが確認された。その間は、ビーコン運用だけだったため、画像などの詳細なテレメトリこそ得られなかったが、それまでに得られたデータをまとめるため、翌2013年3月28日に、プロジェクトチームの解散が発表された。なお、同年初夏に予想される E カロスの冬民明けに向け、運用継続が発表され、その後、 予定通り電波の補足ができていることが報告された。9月には3度目の冬眠モードへ移行した。2014年5月22日にも3回目の冬眠モード明けで電波の受信に成功し、8月7日には4回目の冬眠モードへ移行した。2015年4月23日、4回目の冬眠モード明けで電波の受信に成功した。ミッション終了後のイカロスは、 太陽の周りを約10ヶ月で公転しているが、姿勢制御をしていないため太陽電池に火が当たる、期間に地球が電波の届く位置にないとテレメトリは得られない。今後も冬眠と冬眠明けを繰り返すことになる。公式ツイッターにおいて、運用チームのメンバーがイッカロスの擬人化キャラクター、イッカロスくんとして、ミッションの進行状況を広報している。2010年9月9日、 イカロスくんが第8回ウェブクリエーションアウォードにおいて一般投票の最多得票者に贈られる気になるウェブ人で賞を受賞した。2010年12月12日イカロスのミッションをわかりやすく解説した政府交換物イカロスくんの大公開が発行2012年3月10日には東日本大震災復興支援プロジェクトとしてイカロスくんの歌うた。 マミヤ・クルミ、作詞、ユーキ・ヨシナ作曲、編曲、マナベ・サカン・カ中澤アキディレクション、ミックス、アンポ一生、イラスト、映像、ミミミミ、ドイツがイーカロス専門チャンネルにてを焼された。子供から大人まで楽しめる内容になっている。二千十二年十一月三十日ジョックス・サワ、イーカロスと、その分離カメラ、コエーダカムが、 ギネス世界記録に認定されたと発表した。認定された記録は次の2件。E カロス以前、ミューファイブロケットのサブペイロードを用いて、軌道上での大型膜面展開実験は2度、行われた。SSP は、膜面展開制御を目的とし、計10メートル級のセンス型セールを搭載した、サブペイロード実験モジュールである。 2006年2月22日6時28分に、ミューハイブロケット8号機のサブペイロードとして、赤外線天文衛星明かりと共に打ち上げられた。展開は、探査機での使用を想定し、時間をかけて徐々に展開する方式であった。実験の様子を海外局を通じて受信する際に、トラブルが発生、受信状況が悪く実験後の画像のみが取得できた。 実験中のモータ回転数の解析結果からは、全工程の1、3程度で停止し、展開に失敗したと推定された。ソットは、膜面展開と、白膜太陽電池の宇宙空間での特性評価、気液平行スラスタによる、姿勢、軌道制御、ダストカウンターによる、宇宙人観測を目的とし、計5メートルの膜面を搭載した、質量6キログラムの衛星である。 2006年9月23日6時36分にミューハイブロケット7号機のサブペイロードとして太陽観測衛星ヒの出とともに打ち上げられた。ロケットから正常に分離されたことがロケット側のカメラによって確認され、海外地上局にて信号を受信したものの、信号は何らかの理由で断続的なものとなっており、白膜太陽電池の特性評価を行うのに、 十分なデータを得ることはできなかった。高加速度の増加から、膜面展開は正常に行われたと考えられたが、これについても正常なデータは取得できなかった。3日後の9月26日に、大気圏に再突入したと推定されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。